ベランダから見たリビングダイニング。まず一部屋目からいきましょう。一部屋目、ちょっと形変わってますね。こんな感じですね。ここめっちゃ広い。これはウォークインクローゼットの大きい場みたいな感じですね。すごい収納ができます。衣装ケース、衣装ルーム、すごい広い。リビングダイニング、あ、こちらにも収納が出ます。リビングダイニングを通り越してもう一部屋目行きましょう。収納が多いですね。収納がすごい。こっちも収納。こんな感じです。キッチンです。三口ガス。蓋閉めましたね。蓋閉めました。次はエントランスの方に行きましょう。ウォシュレット付き。次脱衣所です。広いですね。脱衣所、シャンプー、ドレッサー、に室内洗濯機置き場で、浴室です。タイマーついてますね。乾燥、換気、照明。じゃあシューズボックスです。以上です。